スニーカーを買ってまずリセールするっていう投資なのか投機なのかちょっと難しいと思うんですけど、だから今安いアウトレットの商品を買っといて、あと5年後に売る。世の中見てみるといろいろな投資のチャンスがある。はい、本名です。今日はスニーカー投資と世界最大の市場の株式投資の相関性について考えてますね。まず靴を単純に好きで集めている人が一つのグループとしているんだったら、二つ目のグループはなんかスニーカーを買ってまずリセールするっていう投資なのか投機なのかちょっと難しいと思うんですけどっていうグループがいると思うんですよ。そうするとこれどういうふうにして儲けるかっていうと、まあ僕何度も言ってるように投資っていうのは時間に勝った人だけが勝つ、投機っていうのは短期で儲けようとしている人が投機をするっていうふうに、時間の長さが投資か投機っていうのを僕は分けてんじゃないのかなと思ってます。それでどういったことが起こるかっていうと、例えば今日買った明日売る、これ投機なんですよね。だからこれなかなか難しくて、例えばエアマックスの DN がシュプリーム別注で出てた、じゃあ今度またインラインが出るからって、これ僕インラインはちょっと画像を見た感じだと売れねえんじゃねえのかなって思います。あと例えばナイキの株価を見ると、まあ一時期ピークが170ドル180ドルぐらいあったのが今100ドル近くをまあ行ったり来たりするみたいな、っていうのはもう当然もうナイキの売り上げっていうか、先細り、まあ例えばナイキの社長がアナウンスしているように人をカットするとか、そういったのって多分ダウントレンドだから人をカットしてるんじゃないのかなと思うんですよね。それなんで今靴に対して投資をするっていうのはなかなか僕短期では儲からないと思うんですよ。だから今安いアウトレットの商品を買っといて、あと5年後に売る、6年後に売るって言ったら、もしかしたらそれは投資としてうまくいくんじゃないのかなと思います。そういうふうに世の中見てみるといろいろな投資のチャンスがある。例えば今 AI とか言ってチャット GPT だなんとかだって言ってみんなこう世の中では盛り上がってると。だけどこれチャット GPT を、まあ例えば Google とか例えば Microsoft とかがやってますけど、これ一番儲かってるのは NV だっていう GPU を作ってる会社が株価をドーンと伸ばしてる。これ同じように今チャット GPT で儲かる会社を探すんじゃなくて、例えば AI をこの機材がないと儲かんないっていうところに投資している人が儲かってると。例えば今 LVMH とか、まあ、エルメスとかの株を買ってる人がいる。これなんで買ってんのって言ったら、中国景気悪いけど、これ中国の景気が良くなったら中国の14億人のうちの何パーセントかがエルメス買う、例えばルイ・ヴィトン買うとかっていう風にして、だからみんな先回りって言っちゃおかしいですけど株価が低いうちに買ってるとか、まあ例えば今 NISA っていうのがあって、これ税金取られませんよって言ったら、じゃあみんなどの株買おうかとか、例えばまあインデックススタンダードフォーズの500買おうとか2000買おうとかっていう人がいると思うんですけど、これ証券会社が一番儲かんじゃねえのかなって僕は思ってるんですよね。だから同じようにまあ時期がある、流行りがある、トレンドがある、トレンドにこう乗ってるようなところに投資していかないとお金っていうのは増えないんですよっていうので、まあ今日の話は終わります。ありがとうございます。